演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツ新作ドーナツを食べてみたいと思います。こちらは新作のさつまいもドーナツ、こんなふうにも出ました。またそれとは違った味わいでですね、なんかきな粉とか弾力芋とかいかにもお芋って感じですね。でこちらがハロウィンドーナツ、今年はいろいろドーナツが活用してますね。でジャックオランタンもなんか新しくなってますね。今年は改めて食べてみたいと思います。去年まで確か最初の年に食べてなかったんですよね。なので楽しみですね。では今年もハロウィン早いな。ではまずはこちらのさつまいもドーナツ、これいろいろ話題になって気になってたんですよね。どんな風な味わいなんだろう。まず中身はコロコロ削りやすい。プレーンからいただきます。なんかちょっとさつまいもっぽいですね、本当に。ではポンデリングとはまた違うホロホロしっとりドーナツなんですね。これはいいですね。ポチッとしたあの弾力ある食感がいいんですけど、これはちょっとコロコロ焦げていって、この上に口どけでクスッと食感が消えていて、そんな感じですね。あっさりとしてドーナツを好きな方はこちらの方がいいかもしれません。さつまいもはちょっと弱かったかなという気がしますね。プレーンはそうですね、こちらの点数ですね、やっぱり純粋なので、その分生地の美味しさは感じられました。で残り4つなんですが、とろみつきな粉はきな粉が香ばしくて、それはまたドーナツとよく合っていましたね。なのでこちらの点数。大学芋はちょっと大学芋っていうよりはみたらし団子みたいな食べ物の感じでしたね。甘じょっぱくてまたドーナツに違った味わいを出していたので、こちらを点数とさせていただきます。で紫芋は紫芋とどちらも芋芋なのでちょっと芋で落ち着いたかなという感もありますね。ただチョコレートの食感もあって変化はありましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてスイートポテトは上に乗っている、これも芋芋なんですけども食感も甘さもまた違っているので、これはとっても美味しかったですね。今回の5つの中では一番のお気に入りです。というわけでこちらの点数が発表します。でお芋ドーナツが終わって、お次はハロウィンドーナツ、今年はいろいろおめかししてますね。ではいただきます。こちらの方から、今年の仮装も可愛いですね。しかも美味しい。こういう仮装は年中してたらお祭りがないですね。最初に食べたカラフルフランケンは、ちょっと生地の中にオレンジピールが何か入っていますね。オレンジっぽい柑橘の酸味が出てて、それがチョコレートに合わせてうまく感じて、とっても美味しかったです。だからちょっとこうつまむつもりで食べたんですけど、いきなりスーって今日なんて今日疲れましたね。ハロウィンも低めですので、手軽にハロウィン楽しみたいなのがおすすめですので、こちらも楽しみとさせていただきます。そして2個目のチョコジャック仮面は、チョコレートのストロベリーの相性は間違いないですが、インストドーナツの中になんかクリーム欲しいなとか、ちょっと物足りなさがあったのが残念でしたね。形の通常クリームは入れにくいのだとは思いますが、ちょっと物足りなさがありましたので、こちらの点数をさせていただきます。チョコレートは普通に美味しかったのですが、そしてチョコレートミイラマン、あれはチョコポンデミイラにちょっとトッピングがかかっている、そんな感じですね。もう、見た目そのままなんですけど、トッピング以外は普通にチョコポンデリング買った方が良かったかなと思ってしまったので、値段が上がっている分こちらの評価とさせていただきます。そして4つ目 の, オールドファッションのチョコレート、ボンボンホワイトですね。ボンボンホワイトは外側のホワイトチョコレートのミルク感が通常のオールドファッションチョコファッションがまた違ったまろやかさを出していて、チョコレートのトッピングもザクザクして美味しかったので、こちらの点数を発表ですね。新基準だったのも良かったかもしれないですね。で、ホワイトジャックマジョ、これも先ほどのジャック仮面と同様にちょっと物足りなさがありましたね。やっぱりクリーム欲しいなと思ってしまいましたので、こちらの点数を差し上げます。性別が変わってもクリームもう止めちゃう。そして最後に食べたパープルオオカミは、紫芋のチョコレートがコーティングされたポンデリングで、先ほど食べた紫芋のさつまいもドーナツとは違い、お芋と生地なので紫芋の甘さをふんだんに感じることができて、とっても美味しかったです。やっぱり芋と芋を重ねるだけじゃダメなのかな。というわけでこれが一番の OK で、こちらの点数をさせていただきます。
オオカミみたいに食らいついてやりたいですね。誰にだよって感じですけど、というわけで今年もミスタードーナツ、秋ドーナツ美味しかったです。ハロウィンって毎年出てくるからチェックは大変ですよ。でも美味しくいただくことができるので、これからも毎年調子で食べていきたいと思います。新作ですけどね。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると嬉しいです。エンブ閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。